共和国天津市南海区に所在する中華人民共和国の大学である。1904年に創立された。副部級大学の一つとして、大学の略称は南海、または南大大学は国家重点実験室も持っている。985校庭、211校庭、総一流の生員校として国家重点大学である。 国家重点大学の一つであり、多くの出身者が活躍していることから、学府北進とうわれる。前身は、今主が創設した南海学校で、中国において最も早い私立大学として創立された。第二次世界大戦後に国立大学に改二22の学科、73の専攻、18の専門研究機関があり、34カ国200以上の 大学と提携しており、世界中から留学生を受け入れている。牧会の浜白川の次義我が南海精新救急、新新月日日新起こり校我が前と、無銀宮を一と有うますみい注意分室、あきらあきら牧会の浜白川の次義、我が南海精新上皇上能尾新月遺付近には、天津大学、天津師範大学、天津以下大,大学などがあり、 周辺は学生向けの店舗が集まる学生街となっている。大学の南には、天津タワーと水上公園が広がり、周恩来とその妻、東英町が出会った場所であることを記念し、周恩来、東英町記念館がある。歴代総長著名な教職員著名な出身者、数百の大学付属企業があり、2社が上海証券取引所に上場している。 提携及び協定を結ぶ日本の大学など、ありがとうございます。